ワールドカップイヤーが2023年の活動として、2月にアメリカ行って、遠征をしてきた。いろんなことをまだまだ細かいことあるかもしれないけども、自分たちの本当に今までやってきてることの積み上げが、アグレッシブさもそう、切り替えの速さもそう、そういったところが世界と戦う上で自分たちもできるっていう、そういった自信になっててほしいなと思う。でまたこの今回のポルトガル戦、デンマーク戦でもそこをさらにまた磨き上げて積み上げてきてるなというふうに思ってるんで、また力を合わせて頑張っていきましょう。本当に離れない離れない、あんまかかってないかも。これだけ日焼け止めつけてんの、これだけ下にやってないな、もうだって横の方かかってないかも。三浦カズさん来ていただいて、みんなに激励していただけるということで、ピッチに来ていただきました。僕らのチームというのは、ここから約1時間ぐらいのところにあって、こういう距離感なんでね、今日こうやって皆さんの激励に来れて、本当に嬉しく思います。このポルトガル遠征とデンマーク遠征というのは、7月に行われるワールドカップのための準備だと思いますので、非常に環境もいいと思いますので、ね、ワールドカップに向かう準備を皆さんでしてください。2011年に、ね、ワールドカップ優勝した時に帰ってきて、メディアの方から何かプレゼントしないんですかって言われて、全員にバラを一輪ずつプレゼントしたんですけど、今回優勝したらまたバラを送りたいと思いますので、ぜひ優勝してください。お願いします。頑張ってください。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。こちらも写真
もう一枚写真いいですか。はい。悲しい。初めてです。初めてだと思います。なんかすごいオーラがあって、なんか実際にこういうところまで足を運んでいただいて、まあ、会えたっていうのも、こういう遠征があってこそだと思いますし、まあ、なんかああやっていただいた言葉をなんかしっかりと自分自身に、まあ、照らし合わせてというか、しっかり成果が出せたらなと思いました。今回の遠征は、まあ、ポルトガルとデンマークと本当にこう
ワールドカップを控えてる中でこういう欧州遠征ができるってこともそうですし、そういう相手と試合ができるっていうのはすごく貴重な時間だと思うので、まあそのこの前のアメリカのシービリーブズカップの、まあ、結果を踏まえて前線の選手としてそのゴールへの推進力だったり、まあ、そこへのパワーっていうのをもっともっと出していかないとやっぱ世界と戦っていけないと思いますし、怖くないと思うので、まあ、今回の遠征でもしっかりチームとしてもそうですけど、まあ、個人としてもよりレベルアップできるようにいい準備していきたいなと思いますし、まあ、本当にワールドカップまで残り少ない活動の中で、まあ、自分自身こう生き残っていくためにも、まあ、まずは本当に貪欲に結果っていうところは求めていきたいなと思ってます。褒め合いリフティング始めます。いきます、よーいスタート。顔顔がちょっと待って、ごめんバウンドさせちゃったよね。ダメだよやっぱりいいとこいっぱいあるんで余裕でした。いいとこいっぱいあるわ。スリスリスリ余裕でした。次のペアは仲良しペアのママいっぱい褒めてもらいます。笑顔が素敵。うわ痛い、ちょっと待って、あれプレーでもいいの、うん、見た目じゃなくて中身のことを言うのって難しい。分かってても言葉にするって大事ですよ。言葉にしなくては伝わってると思う。そういう中だよね。じゃあどうか。髪の毛がツヤツヤ。髪のメッシュがいい。ありがとう。改めて萌香の良さを教えたっていうのは、ね。途中怪我してたよ一回ね。なんか頭が混乱してたって。けどまあ良さは一番分かってるっていう。あれ。ワールドカップを語ろうというテーマで。ワールドカップを語ろう、はい、と言いながらお二人の過去も紐解きながらいろいろ聞いてまいりましたので、お願いします。何のために海外に来たのかとか考えたときに、結局ワールドカップオリンピックでいい結果出すため、個人でもそうだし、チームでもそうだし、代表に入るためとか、なんかそういうのが元にあるからこそ、せっかく海外でやってるからこそ、その違い、2019年の自分と今の自分のできることの違いがしっかり出せたらいいなっていう感じはあるし、でも全ては結果っていうのがマジ一番だよね。マジ結果だ ねもちろんその見てる人に感動とかそういう力与えるっていう部分では、内容とかその泥臭さとかは大事だ。結局それで負けたらなんかやっぱり変わんないし、今までと、あそこの、ね、結果は本当に今までもこだわってきたけど、さらに責任を持ってやらなきゃいけないなっていう、ね、いや勝つのが一番楽しいじゃん結局はね。そうだって負けて楽しいってことほぼないし、てかないんで、うん、結局結果戻っちゃう、戻るけど、でも特に自分たちは内容にもこだわるタイプだから、まあ、それがどっちも伴うように、うん、残りいい準備してしっかりいいコンディションで臨めるように。そうね、まずそこから、まずそこ一番大事。ただもう本当に女子サッカーのためにっていうのが大きくあります。はい、ありがとうございます。真面目な対談みたいになっちゃう。2人でこんな真面目な対談する。まあでも話してる内容はあんま変わんないけど、確かに。まああとは仲良しエピソードといえば、最近はオーバークックにスイッチのゲームです。2人でやってるんですよ。通信してやるんですか。今一緒だから協力でできるんですけど、もうめちゃくちゃ盛り上がっちゃって、時間忘れちゃう。話すかゲームか。指示してくれるからいいよ。面白いね。だいぶ
ぶんね。あ、さようなら。おやすみなさい。おやすみなさい。